MLB ダイヤモンドバックス9、10ドジャース、日本時間31日アリゾナ州フェニックス、チェースフィールド。ドジャースの大谷翔平、30、和敵地でのダイヤモンドバックス戦に1番、DH で出場。2回にシーズン43個目の盗塁を決めて、43本塁打43盗塁に王手をかけると、8回に43号ソロを放ち、 ついにメジャー史上初の快挙を達成したこの日は4打数2安打で打率は1,294に。2試合ぶりのマルチ安打を記録。リーグ西地区首位のドジャースは、2位ダイヤモンドバックスとの首位攻防戦の初戦で勝利し、ゲーム差を5に広げた。初回の第1打席は相手先発の Z、ギャレンに対し、初球をライト前へ弾き返して2塁打をマーク。その後 先発復帰のフリーマンの18号ツーランでドジャースが先制点を挙げた。だがドジャース先発の C、カーショー36は、1回にヒットと死球でランナーを背負い、タイムリーとギヒで2対2の同点に追いつかれた。打線は直後の2回、M、ロハス35のタイムリーで3対2と再びリード。無視位三塁のチャンスで大矢の第2打席を迎えると、 初級152キロのストレートが右肘のプロテクター付近に当たり、死球で出塁。ブーイングも響き渡り、一時騒然となったが、無満塁で M。ベッツ、31、野木比で追加点を挙げ4-2。大谷はフリーマンの打席の4玉目で2塁への投塁を決め、今季43個目の投塁をマークした。その後、 クリーマンの1ゴロマに3塁ランナーが生還し5点目を挙げた。カーショーは2回に先頭の C、キャロルのソロを浴び、5スリーとするとロバーツ監督らが出てきて序盤で無念の降板となった。2番手、J ・ケリー、36は3回に c 一、3塁から痛恨のボークとタイムリーで5対5と試合は振り出しに。43-43、2大手の大谷は、 4回の第3打席ではフルカウントから空振り三振。6回の第4打席は西三塁の場面で、相手のマンティプリーの冒頭によりランナーが生還し6対5と勝ち越し。大谷はカウント2月2日から2打席連続の空振り三振に倒れた。打線は7回に W、スミス、29、の17号スリーランで9対5と大きな追加点。さらに8回は、 西走者で大谷がダイヤモンドバックス4番手の P シーウォルドを相手に3球目のストレートを振り抜くと打球は逆方向のレフトスタンドに吸い込まれ2試合ぶりの43号本塁打をマークし10体ごと突き放した5点リードで迎えた9回は A バンダ31が2点タイムリーとツーランを浴び10から9と1点差に迫られたがなんとかリードを守りきりゲームセット 終わってみれば大家の43号ソロが貴重な得点となり、土軍は1点差で勝利を収めた。